奈良です。丹野からここはボールを奪いました。奈良です。おっと、これはバスケットボールカウントです。丹から丹野にスイッチ、そしてジョーダン・グリーンが打って決まった。ジョーダン・グリーンのスリーポイント。古巣対決の本田からビバリーからボールは生きている。ビバリーが行く、レイアップ決まりました。大塚から一旦トップの伊藤へ、伊藤からしょうもないパスが通る、ダンクシュート決まりました。カンから後ろにマイナスのパスだったんですが決まりませんでした。そして大塚のシュートは外れましたけれども、そこをショーマラがフォロー。福岡の本田のシュート以降は福岡は得点を決めていません。あとは奈良のこのリバウンドを受けた、まあ、パスのようなシュートのようなという。そして大塚中、ラキム・ジャクソン押し込んだ。大塚からジャクソンへパスが通りました。そしてジャクソンが角度のないところから決めています。そして木村、ジャクソンから伊藤、伊藤が打ってブロックショット。伊藤がドライブしていきましたが本田丹野、丹野が打ちます、決まりました。さあここは力強いダンクシュートが決まりました。そしてファールをもらいました。バスケットボールカウントです。ショットクロックは6秒5秒4秒です。決まった、スリーポイント、時間ギリギリに決まりました。ビバリーへのパス、シラトがスリーを打つ、決まった、スリーポイント。2本目を落ちました。さあ残り時間は3秒を切っています。ここでブザーが鳴りました。試合が終了しています。